岸田総理大臣はヨルダンのハサウネ首相と会談し、ガザ地区をめぐる人道状況の改善や事態の早期沈静化に向けて緊密な連携を確認しました。ガザ情勢への対応を含めて地域の安定のために被告ヨルダンが果たす役割、極めて大きいものがあると感じています。岸田総理はガザ地区での危機的な人道状況や事態が周辺地域に波及することで情勢が一層不安定化することに深刻な懸念を示しました。その上で事態の早期沈静化に向けた日本の外交努力を説明しました。ハサウネ首相も日本の取り組みを高く評価していると応じ、両首脳はガザ情勢の安定化に向けて引き続き緊密に連携していくことで一致しました。